パリオリンピックのスポーツクライミングは、男子複合準決勝のリードが7日に行われ、ボルダーで首位発進した17歳のアンダクトラと、ジュソルが68、1点で2位となり、合計137、1点の総合1位で決勝に進んだ。前回東京大会複合4位の奈良崎智は、ボルダー2位から順位を落として総合10位となり、上位8人による決勝進出を逃した。 壁から落下して競技を終えた奈良崎は、リードの課題を見上げて直前の出来事を確かめているようだった。全く落ちる予定じゃなかったと振り返ったように、本人も想定外の序盤部分で痛恨のミスが出てしまった。高さ15メートルの壁をどこまで登ったかで得点を競うリードは、落下した時点で競技終了となる。奈良崎は他にも苦戦する選手がいた最初の難関で、 上部のホールドをつかもうと右手を伸ばしたところ、右足を滑らせて落下。会場で見守った妻で東京大会堂の野口明代昭,雄昭雄さんは思わず、手で顔を覆った。優勝候補として迎えた前回の東京大会は、緊張のあまりホールドを強く握りすぎて消耗したことが響き、4位に終わった。その反省を踏まえ、28歳で迎えた今大会は、 かなりリラックスして成長している感覚は感じていた。手応えをつかんでいただけに、落下直後は感情がちょっと何も出なかった。もう失敗しすぎちゃって、と呆然とした様子だった。このままでは終われないので、ロス、4年後のロサンゼルス五輪、を目指したいという思いはすごくあると奈良崎。一発勝負のリードの厳しさを感じながら、パリ大会を終えた。大立ちかさ。